前にね、チャット GPT っていうやつね、AI ですけど、それで竹漏れが結婚するのかとか、誰と結婚するのかとかね、1ヶ月前ぐらいに聞いたんですかね。あの時はチャット GPT がそんなに話題には、話題にはなってましたが、一部だったんですけど、最近は本当にね、いろんなところで取り上げられるようになってきて、国会でまで取り上げられるようになってきたんですけど、またチャット GPT を使っていろいろやっています。ちょっとの間チャット GPT を動画に使うってのを試みようかなっていうふうに思ってるんですよね。そのうち規制かかると思うんですよ。今無法状態ですから、例えばチャット GPT で言ったことが著作権がかかるとかね。なんかそういうことがそのうち起きたりとか、あと検索にちょっと支障が、要はこれが無料じゃなくなるとか、なんかわかんないですけど、何かしら規制がかかりそうな予感がするので、それがかかる前に遊んでみようかなと思うんですけど、まずちょっと僕が聞きたいのがあったんで聞いてみますよ。TBS のドラマ、恋は続くよどこまでもで共演した俳優の佐藤健と女優の上白石萌音はまた共演できますか？っていう質問を投げかけたんですよ。そしたらチャット GPT の答えが、その可能性はありますが、確実なことは言えません。俳優や女優が次にどのような作品に出演するかは、制作会社プロダクション、監督などの意向やスケジュールなど、様々な要因に左右されるためです。ただ、佐藤健さんと上白石萌音さんは共演した恋は続くよどこまでも大きな話題を呼び、人気も高いため、再度共演することが期待される方向性ではあります。だそうです。ちょっと期待はできるかなということですね。ちょっとじゃあ変えてみますか。TBS のドラマ、恋は続くよどこまでもで共演した俳優の佐藤健と女優の上白石萌音は、俳優の佐藤健と上白石萌音がまた共演するにはどうしたらよいですかっていう質問を投げてみますよ。きちゃ、あ、なんか前よりも すごい早いっす。前は少し数十秒考えるあれがあったんですけど、今はめちゃくちゃ早くなりましたね。進化してますよ。来ました。上白石萌音さんと佐藤健さんが再び共演するには以下のような方法が考えられます。1、共通の知人や業界関係者に依頼して両者のスケジュールを調整し、共演が可能な作品のオファーを受けると。2、上白石萌音さんや佐藤健さんの所属する事務所に共演を希望する旨を伝え、協力してもらう。3、SNS やファンレターなどを利用して両者に直接アプローチし、共演の希望を伝える。これらの方法を試して、上白石萌音さんと佐藤健さんが再び共演できるように努めてみることをお勧めいたします。ただし、俳優や女優にとって作品選びは重要なことであり、共演が実現しない場合があることを念頭に置く必要があります。ものすごく真っ当な答えですね。じゃあちょっと変えてみますか、また。TBS のドラマ、恋は続くよどこまでもで共演した俳優の佐藤健さんと女優の上白石萌音さんが次に共演するのはどんなドラマが良いですかっていうことをちょっと入れてみます。早いな、今回やっぱり。ですね、来ました。上白石萌音さんと佐藤健さんが次に共演するドラマについて何が良いか、様々な要素があります。一般的には以下のようなポイントが考えられます。1、ジャンル。両者が演じる役柄や物語のジャンルが合致することが重要です。例えば、ラブストーリー、青春ドラマ、サスペンス、ヒューマンドラマなど、それぞれの持ち味を活かせる作品が良いでしょう。2、監督や脚本家。監督や脚本家によって物語の方向性や雰囲気が大きく変わることがあります。両者の持ち味を引き出すことができる、実績のある監督、脚本家が担当している作品が良いでしょう。3、視聴者。そう。上白石萌音さんと佐藤健さんは幅広い年齢層から支持されています。視聴者層が広く、両者のファンが支持される作品が良いでしょう。4、新しい役柄。上白石萌音さんと佐藤健さんはそれぞれの作品で多彩な役柄を演じています。次に共演する際は、それまでに演じたことがない新しい役柄に挑戦することで、視聴者の新たな期待を生み出せるかもしれません。これらの要素を踏まえた上で、上白石萌音さんと佐藤健さんが共演するドラマとしては、青春ラブストーリーやサスペンス要素のあるミステリー、現代を舞台にしたヒューマンドラマなどが考えられます。また、両者がそれぞれ新しい役柄を挑戦することで、
視聴者に新鮮な印象を与えることができるかもしれません。だそうです。めちゃくちゃ進化してる感じがしますけどね。じゃあ最後に聞きますか。これですね、俳優の佐藤健と女優の上白石萌音が共演するドラマで、 TBS のドラマ恋は続くよどこまでもみたいなストーリーを考えてくださいっていうのを入れてみますよ。これはちょっとなんあれかな、考えるかな。おお、すごい。ちょっとこれは長く考えたんですけど来ましたよ。行ってみます。行ってみます。恋は続くよどこまでものようなストーリーで佐藤健さんと上白石萌音さんが共演するドラマを考えてみました。タイトル、恋の行方は君次第だそうです。恋の行方は君次第。ストーリー概要、大手出版社に勤める編集者の宮本里奈が上白石萌音は、恋愛に奥手な性格で未だに一度も恋をしたことがありません。そんな彼女がある日突然訪れた編集部に、文学部出身のイケメン作家篠原俊介、佐藤健を担当することになりました。篠原はある悩みを抱えており、そんな彼にリナが心を開いてくれます。そして篠原とリナは徐々に惹かれ合っていきます。しかし篠原には過去のトラウマがあり、恋愛に対して複雑な感情を抱いていました。二人の恋愛模様を描きながら、篠原の過去と向き合い成長していく姿を描いたラブストーリーです。めちゃくちゃ良くないですか。キャストまで考えてくれましたよ。篠原俊介、佐藤健、宮本里奈、上白石萌音、その他小栗旬、石原さとみ、山本美月、田中圭など、いや、そうそうとるめっちゃすぎないですかね。それみんな主役級じゃないですか。ポイント、大学時代からの友人で篠原を支える作家の友人役に小栗旬を起用。篠原と里奈の恋愛模様を描きながら、篠原の過去や家庭も家族問題など様々な複雑な人間模様を描く。篠原がリナの編集者としてアドバイスを受けながら徐々に作家として成長していく姿を描く。ラストシーンは2人が夜景の見える高層ビルの屋上で抱き合うシーン。ここキュンキュンシーンですね。だそうです。いや、結構具体的ですね。完璧じゃないですかね。びっくりしました。こんな感じです。